さあ、皆さん始まりました。8月の29日、今が16時29分、いつも通りマーケットの分析やるんだけども、日経平均小幅安ですね。NVIDIA が決算後に急落してるのにもかかわらず、今日日本株は強かったと。半導体株はさすがに押してはいたんだけども、ただね、やっぱし強かったですよね、動きがね。で、ただしなんですよ。ただし、海外投資家が日本株をこのタイミングで売ってきてるというデータが今日飛んできてるので、なのでそこあたりもひっくるめてマーケットの状況のアップデートをやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、元証券マンです。7年ほど勤めてて最終本店まで行ってます。で、ボーナスってなってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、そこを踏まえてこれからの話参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あと、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会をやってるので、今以上に理論武装を進めていきたいという人がいたらお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、やっていきましょう、日経平均。まあ、9円安ですね。38,362円。で、今日ね、やっぱりNVIDIA が昨晩、ね、決算発表されて今日の朝方か。で、時間外で7%相当急落してるんですけども、その割に今日日本株強かったじゃないですか。なので、今日僕はね、持ち越してる銘柄を、やっぱし来月ね、配当月、高配当銘柄だから、配当銘柄が底堅い動きをするんじゃないかっていう予想のもと、そこに準じたポジションを形成してるんでね。なので、ちょっと期待してるところはあるんだけども、ただやっぱし目先はね、抵抗ライン、密集ラインだから重たいですよね。黄色のラインが100日移動平均線ライン、青色が50日、で、水色が75日移動平均線なんですよ。かつ、直近の高値安値のフィボナッチラインを引いてもらうと、61.8%戻しラインかな。38,200円の抵抗ラインがここにある。で、PR16 倍の日経平均の理論値が39,080円に存在してるんですよ。もう、パッと見もぐちゃぐちゃしてるじゃないですか、抵抗ラインがいっぱいあって。なので、ちょっとやっぱし NVIDIA の決算後っていうところでアメリカの動きを見たいっていうところから、上値が重たかったのかなっていう感じがするかな。ただね、持ってる銘柄に関してはね、さっきも言った通り、そんなに下がってないからね。いや、半導体株とかハイテク系はちょっと下に押してるよ。けど、比較的底堅い動きをしてたなっていう感じがする。ただし、ここのね、8月の23日、日経平均が、まあ、上がったところですよね。38,000台まで。このタイミングで、海外投資家が日本株を売ってきてるんですよ。そこがちょっと気がかり。で、ここで見てほしいのが、投資主体別売買動向ですね。で、今日出てきたんですけど、8月の23日と週に、海外投資家は日本株を現金で約4000億円、3988億円売ってるんですよ。で、個人投資家、投資信託売り越して、信託銀行と証券事業は買い方に向かっている。はい。信託銀行買ってるってことは、年金基金が買ってる可能性があるし、で、個人投資家ね、これ売り越したんだけど、現物売り越して信用買い越したんですよ。なので、需給は依然として悪い状況の中で、海外勢が今回4000億売ってきてるっていうのはちょっと嫌だよね。ムードとしては。要は日経平均、日本株が上がっていく時のデータの並び、特徴的なのがあって、海外勢買って、証券事故買って、個人投資家が売るっていう、そういった並びが出てくると、日経平均ってその後結構上昇トレンド継続しやすいんですよ。で、今日ね、やっぱし海外って投資家が売ってきてるっていうデータが出てきてるから、それが途切れちゃってるんですよね。なので、ここだけがちょっと気がかりなんだけど、で、これがなぜなのかなんですよね。で、ここで重要となってくるのがドル円なんですよ。今、144円の80銭台まで、まあ、円高が進行してるわけじゃないですか。まあ、直近143円ぐらいボトムつけてからダブルボトム作るような形で動いてるんだけど、まだね、これね、円高トレンドに発展する可能性は十分あるんですよね。なんでかっていうと、3年ぶりに海外投資家が日本円を売りから買いに転じたからです。要はその需給のねじれがこうガチャってトレンドの転換が入ってるんですね。なので、さらに円高に進む可能性っていうものを視野に入れなくちゃいけない中で、まあ、日本株が直近弱かったわけですよ。海外投資家からしても、やっぱし円高株売りみたいな、そういったね、動きが入ってたんで。ただし、直近、そのトレンドが崩れてると。ここで見てほしいのが、日経平均とドル円の比較チャートですね。ピンクがドル円。日経平均が冷やしなんだけど、円安株高、円高株安トレンドが発生していた中で、8月の半ば以降、そのトレンドが崩れてるんですよ。円高になっても日本株は上がってるんですね、日経平均に関しては。なので、直近のやっぱりその傾向、円高株安トレンドが解消されてきてるっていうところは、はっきり言ってポジティブ。
これ前から皆さん言ってる通りですね。もし円高株安トレンドが継続してるならば、今のところですね、目先まだ円高に進む可能性があるので、さらに日経平均が下押し圧力働いてくる可能性があったんだけど、今そこの円高に対する体制ができてるっていうところは評価されるところだとは思う。で、このドル円なんですね、問題が。はい、今円高に行ってるわけじゃないですか、144円の80銭台まで。海外投資家から見た日経平均がどうなのかなんですよね。見てほしいのがドル建ての日経平均。これ、日経平均割ることのドル円のチャートです。要は分子が日経、分母がドル円なんですよ。為替の変動リスクを考慮した海外投資家が見てる日経平均はこれなんですね。で、分母がドル円ということは、円高になればなるほど、このドル建ての日経平均の上昇圧力に働くの。で、8月の23日がどこなのかというと、ここなんですよね。はい。7月の17日、日経平均が高値を取ったレベルまで海外投資家から見ると日経平均は戻してるの。もう普通に考えて、戻り高値だから売りの手を4000億円パッて入れたっていう風に考えることが普通にできるわけじゃないですか。で、ここからがポイントなんだけど、高値が270ドルなんですよ。ここを抜けてくると海外投資家は今売ってるかもしれないけれども買いに転じてくる可能性があるんですね。要は直近高値ライン抜けて上昇トレンドが発生したっていう形になるから。で、海外勢っていうのは順張りなんで上がったら買っていくんですよ。どん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 上昇トレンドが形成されたら。で、逆に下落トレンドが形成するとやっぱし売りをどん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 進めていくって形で、まあ日本の個人投資家が逆ですよね。個人投資家は逆張りなんで安いところ買いに向かうじゃないですか。違うんですよ。海外勢は上がったら買っていくんで、どん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 ね、さらにね、順張りなんで、なので270ドルを抜けてくるかどうかが今後の試金石っていうところになるのかなっていう感じがする。ただね、やっぱし海外勢が売ってきてるところは十分やっぱし警戒しないといけないところだし、皆さんにアドバイスしていた通りですね、これに関しては。要はその目先短期的な値上がりを狙って、ここあたりで売るのは一つ戦略としてありだよね。一部利益確定売りしておくのはっていうアドバイスをしてたと思うんですけど、海外投資家はそれに準じてやってるっていうところを覚えておいてほしいかなっていうところです。で、本線に関してはもう前から言ってる通り、9月の配当取り、権利付き最終日に向かっての日経平均の底堅い動きなので、はい、それに向かって、もう高配当銘柄安いところを僕も仕込んでますから、上がってほしいですよね。うん。はい。もうここでキャッシュポジションを増やして、ここの安いところで僕買ってる。それ皆さんにお伝えしてる通りだし、X でも、旧 Twitter でも皆さんの方にその情報をザラバ中に出したからしてたわけでしょ、そこを。で、それを見てから売って買ってしてる人もいて、高配当銘柄を前から拾いに行きましょう。8月安いところあったらっていう風に言ってたから、来月が楽しみで楽しみで仕方がないですわ。特に今日は私、こじっかりしてたからね、日経平均に関してもね、日本株に関しても。もちろん下がってるものもあったけれども、ただしそれははっきり言ってウェルカム。はい。ウェルカムではある。要は過熱感の修正が入ってほしいので、ただね、過熱の修正がまだ入りきれてないんですよ。ここで見てほしいのが騰落レシオ。うん。今日のデータを見てもらうとわかるんですけど、過熱感がまだ残ってるんですよね。過熱してないのが25日ラインだけなので。なので、もうちょっとね、修正が進んでくれたらね、さらに上の弾みがつきそうなのになっていう気はするんだけどね。で、今日ね、やっぱし、日本株底堅かったじゃないですか。NVIDIA が下がってるんですよ。決算後 7% ぐらい急落してるんですよ。半導体株がね。なのに、今日日経平均は9円しか下がってないでしょ。ここに関しては、やっぱしこれだと思う。NS 倍率の上昇、寄与してると思う。で、これ何なのかっていうと、日経平均割ることの S&P500 のチャートなんですよ。要は、分子が日経平均、分母が S&P500 なんですね。イコール、分子が日本株、分母が米国株なんですよ。上がると日本株優位で、下落すると米国株優位なんですね。で、今これ、下がったところから上がってるので、マーケットは、米国株よりも日本株の方が優位性が高いよねっていう方向に向いてるの。イコール、米国株が下がっても日本株あんま下がんない。逆に米国株が上がると日本株はもっと上がりやすい。まあ、そういった動きが入りやすいトレンドに入ってます。なので、今日日本株しっかりしたのかなっていうのがあるかな。特に、配当月来月でしょ？配当月って日本株しっかり動きやすいから。うん。なので、来月までは日本株優位に、マーケットは動いてくれるんじゃないかな。特にエレビリアがちょっとアフターレンズっぽけているので、っていうのは思ってるところかな。で、
例えば、こことここ。今年、例えば、日経平均4万1000、3月つけましたよね。で、7月11日、4万2000までバンと上がったじゃないですか、日経平均が。その時も、やっぱし、米国株から日本株要因、米国株よりも日本株要因っていうふうに働いてるから。これが上がってくれた方が、日経平均、日本株にとってはいいんですよ。都合がいいんですよ。そこだけは覚えておいてほしい。やっぱし、これが上がってるから、今日日本株はしっかり動いてたよね。来月配当月もあるし、っていうところだとは思う。配当月って米国株よりも日本株の方はアウトパフォーマンスやっぱしやすいので、理由があるからね、上がるっていうか、みんなが買う理由がっていうところですね。じゃあ、そこあたりもひっくるめて、さらに深掘り日経平均するんですけど、とは言ってもね、やっぱし注意しなくちゃいけないことはある。それがなぜかって、何なのかっていうと、2番の高値後ですね。これどうなるか分かんないんだけど、イメージ図です。要は権利付き最終日まで、まあ、9月末ぐらいまでは日経平均底堅く動くかもしれないんだけど、その後の配当落ち後に、ちょっとしっかりめの下落が入んないかどうかってところは、警戒しているところ。これ前から言ってる通りですよね。なぜかというと、今回の日経平均の急落に関しては、2018年と動きが全く一緒だから。2018年相場を参考に、今年に関してはトレードしていた。で、今回の急落前にも、2018年相場と一緒だから、みんなそこしっかりと勉強しておこうな、ねっていうふうにみんなでアナウンスしたんで、全くそれと同じ動きが入って今回下がってるんですよ。想定外はまあこの下落幅なんだけど、だから僕そこの2018年相場意識して、しっかりと認識したから、今回の急落、事前にね、キャッシュポジションを増やして、安いところで買いまして、買えてるたりするので、今回下がった条件、6つぐらいあります。6つ、5つ、6つ、7つぐらいかな。1つ、トランプさんが出てきました。まずは対中貿易規制が出て、半導体株、AI 関連銘柄が暴落しましたと。しましたよね。で、その後日銀で、それで日経平均3万8000、4万2000が3万8000まで下がったんだけど、その後日銀の要は利上げによって円高が加速したわけでしょ。で、需給が最悪に悪かったんですよ。過去最高水準まで信用の買いがマーケットに詰まってたので、要はその楽観視して、もう要はその借金トレードですよね。言っちゃうと信用取引なんて言っちゃえば、もう結局のところ借金トレードなんで、それをいっぱいしてた人たちが多かったと、めちゃめちゃね。そういった中で、マーケットが崩れたので、投げ売りが加速したと。かつ、最後、決算後に暴落してるんですよ。いい決算、まあまあな決算の銘柄もこぞって今回暴落してるわけでしょ？条件はほぼ2018年です。一緒です。知ってるので、何回もみんなにも話してきてるので、この数年間2018年の動きは特徴的な動き。2018年初頭、2万4000円から2万円まで暴落してるじゃないですか、4000円。なんでなのか。トランプ大統領の時に米中貿易戦争が勃発しました。中国とアメリカが完全合戦したんですね。で、その段階で、まあ、株が日経平均は下がってきたんだけど、この時信用取引で買ってる人がこの時も異常に多かったの。この時の水準で約3兆円ぐらいで、ね、信用買い入ってるんだけど、で、マーケットが下げてきた段階で、決算後に大暴落してるんですよ。いい決算、まあまあな決算の銘柄も全部こぞってこの時暴落してったんですね。バン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 下の方に。で、すべての原因は需給です。一番最たるものが信用取引で買ってる人たちが異常に多かったので、まあ、海外勢に焼かれたっていうところですね。丸焦げされたっていうところなんですね。信用の買い手が。2市場合計の信用倍率がものすごい悪化してたので、投げ売り祭りでどん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 下掘っていったんですよ。今と一緒でしょ、今回の下落と。条件は起こしてたので、決算後の変な動きに関してはかなりセンシティブに見てたんですね、敏感に。で、なんか変な動きし始めたんで、キャッシュ比率を引き上げて、そしたら案の定、その翌日以降、ボーンと日経平均暴落してたから、僕は九死に一生というのはまさにこのことですね。で、事前にもう信用の買いももうまるっきりカラッカラの状態だったので、そこのダメージを僕受けてないんですよね。安いところで信用買いは入れましたけど、いいところで一番。で、まあ、それはさておき、2018年と今回急落した相場、一緒なわけでしょ。じゃあ、2018年相場、9月、10月、どう動いたのかなんですよ。2万4000円から2万円まで下がりました。そこから戻って、まあ、ボックス相場で動いた後、9月、10月、配当月に日経平均上がって、戻り高で2万4000円まで上がってるんですよ。
ただし、そこを天井にまた急落祭りですね。投げ売りが加速して、年末年始、12月に向かって、さらにドボンって下がった。これ税制上の売りです。マーケット全体で需給が悪かったんで、最後の最後に投げ売り祭りが発生して、で、ここは、お祭り騒ぎだったです。何かっていうと、投げ売りは買いなので、はい、年末年始、損益通算で買った人たちはその後ボロ儲けなんですよ。投げ売りは買いなんで、特に下落の要因が信用の売りっていうところならば、安いところはピンチやチャンスを捉えて買うべきところなんですね。はい。ここの動きを知ってるかどうか。ということはですよ、今年のこの急落、この下落に関しては2018年の要はその下落の仕方と結構似てるっていうところを考えると、配当落ち後に何かしら変な動きが入ってこないかなっていうところを想定しながらやるべきなのかなというふうに思ってます。特に日経平均は割高なんで、さっき言った通り PR16 倍なんですよ今。そこを抜けるかどうか試しに来てるんですよ。でもしですよ、もし仮にワンチャン、要はその9月相場、まあ、また日経平均上がってくるとするじゃないですか。で、PR16 倍のラインを抜けて、PR17 倍の日経平均の理論値、41,523 にタッチしたりとか、17.5 倍のラインぐらいですね。そこまで上がってきた場合は、また一旦その下げてくる可能性があるので、そこを警戒しなくちゃいけないんですよ。で、これが何なのかっていうと、ここで見てほしいのが日経平均の理論値なんですね。求め方は簡単です、ちなみに。これ毎回言ってるんですけど、はい。これですね。8月と28日、今日のデータまだ出てないので、時点での日経平均の1株当たり利益 EPS 2442.51 円に PR をかけてもらうと出てくるんですよ、理論株価っていうのは。あ、ちなみに PR13 倍は今回日経平均大底を打った抵抗ラインです。31,000円。はい。PR13 倍のラインで、今回日経平均は大底を打って反転しているので。で、僕はこのデータみんなに毎日話してるから、嫌でも皆さん意識して見てくれてる人多いんですよね。で、PR13 倍にタッチした段階で反転してるってところをね、やっぱし気づけたかどうかってところはすごいポイントだとは思う。必ず覚えてほしいデータなんだけど、で、PR16 倍の日経平均の理論株価は、PR16 倍をさっきの EPS にかけてもらうと 39,080 円。で、PR17 倍をかけてもらうと 41,523 円なんですよ。で、PR17.5 倍をかけてもらうと、現状は 42,744 円っていうラインが見えてくると。で、ここからが問題なんだけど、今年は日経平均の PR マックス 17.5 倍ぐらいまでしか上がってないんですよ。過去の推移見てほしいんだけど、7月の11日日経平均4万2000円まで上がった時、PR17.58 倍を天井に下落したんですね、PR は。で、もう一箇所。5月の9日、その前の7日、PR17.45 倍、17.74 倍。ここをピークに日経平均の PR は低下してるんですよ。イコール今年の日経平均の天井が今のところ現状 17.5 倍なんですね。なので、もし仮に要は配当取り、配当月最終日ですねに向かって PR17.5 倍近辺まで日経平均が上がった場合、そこを天井に下げてくる可能性がやっぱり考えられるわけですよね。もっとちょっとデータが変な風になっちゃって、これですね。はい。なので、そこも合わせて覚えておいた方がいいと思う。17.5 倍までもし上がった場合は、キャッシュ比率を高める、信用の維持率を高める、まあ、それに努めるっていうのが重要なのかなと思います。今回僕もそれしてたからね、4万2000円まで上がった段階で、その行動を取ってたので、皆さんよかったら参考にしとってください。あとはね、年末だよね、9月相場の後の動きで、まあ、年末年始どうなるかってところに関しては、アメリカの、まあ、大統領選が控えているので、ワンチャン強い可能性があるんだけど、ただし、マーケット全体で信用買いがまだ多いので、投げ売りされてくる銘柄出てくると思うんですよね。8月23日の週時点での、マーケット全体の空売りは、6862億円しか入ってないから、これボトム近辺なんで、で、反面買いは4兆円ぐらい入ってるんですよ。4兆円でも依然として多いので、売りよりも買いが 5.75 倍多い試合で年末相場に迎えると、損益通算最終日に向かって投げ売りが加速する銘柄がちらほら出てくると思うんですよ。そこを買い向かうっていうのが基本戦略、僕のいつもの年末の。特に日経平均今年高値が7月なので、半年後、1月なんですよ。高値で信用取引で買った人たち、まあここで投げてる人結構いると思うんだけど、まだ持ってる人いるでしょ。は、半年後には必ず売らないといけないんですよ。で、その前に12月、
損益通算が控えているので、そこの税制上の売りにかぶせて損している銘柄売ってくる可能性、投げ売りしてくる可能性があるんですね。なのでそこはピンチはチャンスなのかなというふうに思ってます。去年も投げ売られている銘柄買ってから、その後の今年の年初の爆上げ、僕全部取ることできてるんで、僕のチャンネル見てる人結構儲かってるんでね、そのタイミング、なんでかって、投げ売られてるところを買いに行きましょうというふうに言ってたからです、はい、年末年始ねっていうところですね。あ、その時のライブとかも動画残ってるので、よかったら見とってください。過去は振り返ったらよろしくお願いします。じゃあ今日日経平均の上下に寄与した銘柄がどこだったのか、そこを確認したいんだけど、上昇強度1位がファーストリテイリング 0.67% 上がって、日経平均を1銘柄だけで30円相当押し上げてます。でその下に KDDI、 第一三共、ファナック、京セラ、ここあたりがトップ5ですね。で逆に下がってるのがやっぱし半導体、東京エレク、ソフトバンクグループ、アーム下がってるから下がってるよね、ここね。で、リクルートにディスコ、レーザーテック。まあ、ここあたりが下がってると。半導体株は、一旦戻したんだけど、また5番ずるずる下がってきましたよね。で、見るんですけど、半導体の動き。NVIDIA、問題の決算ですね。はっきり言います。いいです。いいです。いいんだけど、やっぱなんかね、やっぱ上がってたからっていうところで売られてるんですよね。第二四半期の売上高は前年同期比 2.2 倍の300億米ドルと大幅に増加し、営業利益は 2.7 倍の186億米ドルと大幅に増加。営業利益率、なんとなんと 62.1% へ向上と。はい。一株当たり利益、規範後ですね。0.67 ドル。うん。まあ、市場層を超えてきてるんですよ。いろいろとね。で、自社株買いも発表してる、同時に。強烈に。自社株買いも発表してる。で、自社株買いが、同社は500億米ドルの自社株買いの追加を承認したっていうのがニュースとして飛んできてるんですよ。まあ、今晩ね、やっぱアフターでは 7% ぐらい下がってるんだけど、どう動いてくるかっていうのがすごいやっぱポイントになってるって、市場の期待が高かった、それ見越して買ってたっていうのがあるんだけど、決算の中身は、ね、強烈ですよ。めちゃめちゃいいですよ。しかも自社株買いも500億ですからね。日本円直したらいくらよっていう、そういった状況じゃないですか。いいんですよ、すっごい中身は。いいんだけど、もうちょっと材料出尽く時間から、ちょっとアフターで時間外取引で乱高下しちゃってるよねっていう、そういったところだよね。で、その煽りを受けて、今日日本株、半導体株もやっぱし多くしてた。はい。スクリーン 2.8% 下落ですね。ここで一瞬間ね、0.9% 安ぐらいまで戻ったんだけど、最終また下がってて 2.8% 下落してるんですね。で、アドバンテスト、ここから上がってた 0.3% 上昇。で、レーザーテック 1.4% 下落。東京エレクトロン、はい。ここも 1.7% 下がってると。まあ、東京エレクトロンはちょっとね、やっぱしここのデッドクロス形成が意識されてるのかなって感じはするんだけど、予想よりも今日は下げなかったなっていう感覚です。だって 2% ぐらいじゃないですか。下げて 2%、3% ぐらいでしょ。下がってないですよね。まあ、もともと大きく下がってるからね。高値からもう半値になってたりとかするやつもあるわけじゃないですか。なので、そういったところで反応は、今日は日本株の方は薄かったよね。米国株よりも日本株の方が優位性高いし、っていうところで動いてたかな。で、主力銘柄他のところも見るんですけども、メルカリであったり、NTT、KDDI とか、まあ、内需強かったですよね。で、ファナックも上昇で、村田も上げ。まあ、村田、アップルのその発表会が9月に控えてるので、そこに向かって上げてる可能性がある。で、オムロンであったり、ファーストリテイリング。はい。上がってますと。で、逆に下がってるのが、さっき言ったところであったり、ニデックね。ちょっとその、発表の延期とか、悪い悪材料が出てたみたいなんで、3% 下落。はい、ここに関してはですね。で、ソフトバンクグループも 2.4% 下がってるんだけど、これはもうアームが昨晩 4% 下がってるからですよね。前から言ってる通り、ソフトバンクグループとアームはニコイチなので、ピンクがソフトバンクグループのチャートです。日足がアームです。重ねてもらうと分かる通り、もう一緒です。アームとソフトバンクは全く同じ動きをするので、はい、過去のアリババとソフトバンクグループと同じ動きです。なので今晩またね、アームが下がってくると明日ソフトバンクグループは弱含む可能性があるよねっていう状況かな。
本番楽しみですね。皆さん22時必ず集合でお願いします。 NVIDIA 決算後の動き、今日が第一発目なんで、これで明日決まるからね。よかったら皆さん夜22時からライブ配信してるので、必ず今晩は集合していてもらいたいなというふうに思います。ただまあ日経225に関しては結構強かったからね、上げてる銘柄もあったけど、下げてる銘柄も、はい、半々ぐらいあったんで、ね、上がってるしね、結構ね、青いところ結構いっぱいありますよね。日本株強かったですよね。日本株強かった。ただ少し僕は資産減ってる。指数アンダーパフォームしたんだよね。0.26% 資産減ってるんですよ。で、お昼ぐらいはね、0.68% ぐらいかな。お昼サブチャンネルでライブ配信してたんですけど、ぐらい減ってたところからは、5番改善してるので、まあ 0.26% ぐらいあったらええかと思って。あ、ちなみにその画像ね、Twitter の方で、X の方で実は公開してるんですよね。メンバーさん向けにね。サブスクライブしてる人向きにか、その画像だけ損しちゃったみたいな感じで画像だけ出してます。はい。銘柄とか言ってないけど 0.26% 下がったって証拠出して、実はそんな感じですね、とりあえずね。で、あとはその個別銘柄見ました。じゃあもうちょっと深掘りしようよと。他の指数どうだったの。トピックスプラスなんですよ。日経平均よりもトピックスの方が最近動きいいんですよ。 NT バイアリス、日経平均割ることのトピックスのチャート、これは下がっているので、マーケットがトピックス寄りにちょっと動き始めてるんですね。で、 NT 倍率が来月に向かって下がりやすいんじゃないかっていうふうに予想しながらやってるっていうのは前から言ってる通りです、皆さんに。なんでかって、配当好きだからです。日経平均、これが上がると、はい、日経平均への寄与度の高い銘柄の優位性が高まるんだけど、下がるとトピックスへの寄与度の高い銘柄、時価総額の大きいバリュー株であったり、ディフェンシブ銘柄、高配当銘柄のパフォーマンスが良くなりやすいんですよ。で、配当席はやっぱし NT 倍率下がりやすいのかなと思ってやってるので、これは来月に向かって、まあ、日経平均よりもトピックスの方がアウトパフォームする試合を意識しながらやってる。で、ちなみに今日グロース株は 0.4% 下落、まあ、200日ラインタッチしたからねっていうところかな。はい、グロース株は下げてますよという感じです。で、あとね、日本の10年債利回りに関しては若干上昇で 0.889% っていうところで推移です。はい。じゃあ、そこをひっくるめて、昨晩の米国株、どうだったのか。ニューヨークだ。はい。NVIDIA 決算前だったので、乱高下ですね。まあ、最初159ドル安です。最高値近辺でうろちょろしてると。で、S&P500、0.6% 下げ。で、今晩心配なのが、ナスダックのソックス指数ですよね。これが NVIDIA 決算後、どんな動きしてくるかで、状況また変わる可能性があるから心配ですよね。いや、即時指数、半導体株指数に関しては50日と75日のデッドクロス形成も一応見えてるので。で、ビッグ指数、市場のファン心理を表す恐怖数は 16.49 に若干上がってる感じかな。で、この MACD がゴールデンクロスを形成して、かつ来月メジャー SQ 週なんですよ。先物の期日の大きな入れ替えがあるんですね。第2週第3週に、第2週が日本、第3週がアメリカなんだけど、ビックスとマックにゴールデンクロス形成したまんま、要は青のラインがオレンジラインを下から上に突き抜けて上昇トレンドを形成した状態でメジャー SQ 州に入っちゃうと、その SQ 州が荒れる可能性があるので、そのパターンだけ警戒。で、詳しい解説、これめちゃめちゃ重要なので必ず見ておいてほしいんだけど、詳しいことは動画の下の説明欄のところに爆撃戦略っていうタイトルの動画何本か格納されてるんですね。その中の一つで解説してるので必ず見とってください。てか爆撃戦略はみんな全部見とってね。メンバーシップで話してもおかしくないような内容を一応無料で公開しているので、メンバーシップ内にはああいった爆撃戦略みたいな動画が200本以上格納されているよっていうふうに思っててもらったらいいと思います。まあ、とりあえずこんな感じです。じゃあ、それを受けてアメリカのセクター別の騰落率、どこが動いたのかなんですよ。で、対局見る上で重要なのが GV 倍率。アメリカはグロース株よりもバリュー株優位で動いてます。嬉しい。なんでかっていう、 GV 倍率が下がってることはバリュー株優勢に動く。で、これが来月に向かってさらにバリュー株優位で動いた場合、日本株にも影響あるんですよ。はい。アメリカがバリュー株で動いた場合、日本もバリュー株優位に動きやすいし、アメリカがグロース株優位で動いた時には日本株もやっぱりグロース株優位に動きやすいんですね。やっぱり連動してるマーケットは、まあ、回り回って一つなんでね。
来月に向かってバリュー株優位に動きます。 NT 倍率が下落します。そうなってきて来月高配当銘柄であったり時価総額の大きいバリュー株とか高配当銘柄がパフォーマンス良くなってくるってなってくると、もう狙い通りの動きが入ってくる可能性があるので、そうなってくると含み益増し増して嬉しいなっていうふうに個人的には思ってますね。はい、まあ、とりあえずアメリカ株はグロース株よりもバリュー株の方が優位性が高いよね。で、昨晩上げ下げしたセクターはどうなの？金融セクターとヘルスケア、ここ高いんですよ。で、下がってるのが情報通信業であったりとか、一般消費財、コミュニケーションサービスセクター、まあ、ハイテク系が下がってるよねってところですよね。じゃあ、個別銘柄ごとで見たらどうなるの？なんですよ。ね、今晩次第なんだよね。一番下がってるのはね、ちなみにね、アルコア 6% 下落、ユニティソフトウェア、アーム、ロック、スナップ、スターバックス、まあ、スターバックスは決算を爆上げしてるからね、下がったうちに入らんよねってとこです。で、逆に上がってるのがウェルスファーゴ、銀行株、 AT&T、 アメリカンエクスプレス、あとはバンクオブアメリカ、投資の神様ウォーレン・バフェットさんが今強烈に売ってきてるところは昨晩上がってるんですよ。最近連続で言ってますよね。結構、ウォーレン・バフェットさん。バンカメの株を。ニュースでまた今回も飛んできてると思うんですけど、キャッシュ比率高めてますからね。アメリカの利下げを、やっぱし、意識しての行動なのかもしれない。とにもかくにも、NVIDIA。まあ、どうなるかですね。プレイ動いてますね。119ドル安。119ドルです、今。時間外取引で動いてるの。ガーファムはどうなの？アマゾン。171ドルでプレイ動いて、まあ、デッドクロス形成になりそうなんで、ちょっと手出しにくいです。もうワンチャンもうちょい下がりそうだよね。メタ。プレネッポね。アップル。アルファベット。マイクロソフトみたいな感じで。マイクロソフトもちょっとね、アップル、アマゾンと同じような動きしてるんですよ。5日と25日のデッドクロス形成して200日に近いわけでしょ。で、25日と200日のデッドクロス形成を見え隠れしてるから、ちょっとね、アマゾンとアップルの形は、いいっていいですか？気持ち悪い。テクニカル的に見ると。ヘッド&ショルダーっぽい動きもしてるしね。まあ、このその点線ラインはあっちゃダメだよね。この直近の安いラインが388ドル。割ったら下にドボンみたいなパターンになるかもしれない。まだまだ先だけどね。そこに行くかどうかはまだ途中経過なんでわかんないんだけど、ちょっと気持ち悪い動きをしてる。じゃあアメリカの金利はどうなの？ 2 年債利回り低下ですね。3.865%。で、5年債、10年債、20年債利回りも低下です。で、短期の債券利回りが低いのはやっぱし来月9月にアメリカの利下げをほぼしてくるんじゃないかっていうところを織り込みながら動いてるから、まあ、短期ものの債券利回りがより下がってるという状況。で、日米金利差は 2.943% です。ちなみに。アメリカの10年債利回り引くことの日本の10年債利回り。これがさらに下をってくるともっと円高いからね。で、6日のアメリカの雇用統計が目先次重要なところかな。でも、月末なので、このあたりからは、今月の、いわもう、ポジション調整ですよね。最終的な。益出し、損出しが出やすい時代になってきてるかな。もう、来月相場です。配当取りです。配当月です。そこで上がってほしいよね。で、ちなみに中国株は小幅高なんだけど、まだまだきつい状態。深セン総合指数。これ中国版のナスダックですね。ハイテク市場です。下落から今日1%ぐらい上がってます。ただし、上海総合指数は下掘ってるんですよ。中国株やばいんですよ。香港ハンセンは上がってるけどね。香港ハンセンは。中国株がだら下がり状態。で、ユーロストック50。強いゴールデンクロス形成なんで、もうちょっと上上がるみたい。で、ドイツダックスね、今動いてるんだけど、これ上昇してるんですよね。NVIDIA 下がってるけど、欧州市場強いんですよ。で、ブラジル、ボベスパ、インド、センセックス、これ他の市場も入れた方がいいかな。インドネシアとかそこあたりもね、あたり入れるかな。で、インドセンセックスも最高値更新っていうところで、直近の高値更新してきてますよね。で、ビットコイン、仮想通貨。はい、悪材料出てるので、まだ下げてる途中、下げたんだけど、865万です。仮想通貨市場下がってると。で、日本のリート小幅安、アメリカのリートも若干下落という状況なんだけど、直近安値からどん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 上げてる状態だよね。いいですね。日本株強いですね。なので、
現状のマーケットの動きを見たんですけど、今日の日本株のやっぱしっかりした動きを見て、持ち越してます。本線変わってないので、まあ、照準は9月の配当月なので、配当取りなので、そこに向かってただただ皆さんに言ってる通りに僕は行動してるだけです。はい。で、ただね、半導体株がまだやっぱし NVIDIA の今晩の下落かな、そこがどうなるかによって変わってくるので、そこは我を持たない可能性十分あるじゃないですか。で、そうなってくると日本もグロース株よりもバリュー株であったり、そっち系有利に動いて、来月ね、ちょっと高配当銘柄が光り輝く、要はそういった月になってほしいなっていうことは一応望んでるところです。そこをみんな言ってるからね。やっぱし今回のこの大暴落、高配当銘柄安いところ狙ってみんなで買い向かってたから、僕も言ってたからね、高配当株だよって、9月だよ、配当月は、本線は9月の上昇に向けてやっていこうっていうふうに言ってたんで、そこが伸びてくれると、チャンネル内の勝率がまたマシマシになるので、そこ狙っていきたいですよね。みんなで儲かりたいですよね。ただ半導体が持ってる人はね、ちょっときついからね、今、目先ね。とりあえず、今晩22時から皆さんライブ配信するので、必ず集合よろしくお願いいたします。そんな感じです。なので、また動きあったらすぐにね、YouTube で情報配信していくので、最後に皆さん、話がすごい、今の話が参考になったら、ためになったなって思ってもらいましたら、最後にチャンネル登録と高評価ボタン押しておいてもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。あとね、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、もし力をつけたい人いましたらお待ちしておりますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。撤収。